和風ペペロンチーノを作ろうということで、今日は簡単に作れる和風パスタをやります。ペペロンチーノの和風？はい、珍しいですね。はい、そうです。ということで今日はあれ、うん、まず、キノコ類ですね。しめじと、しいたけ、つぶ貝ですね。今日はつぶ貝使いますけど、ホタテでもいいですし、アサリでもいいですし、ある貝類でいいですね、うん、それから、こちら大葉ですね。そして、ニンニクにベーコン、これが昆布茶で、クレイジーソルトにこちら柚子胡椒、オリーブオイルと、アンチョビです。これでいきたいと思います。塩を入れますね。で、これをばらしておいて、これはもう洗ってありますので、で、しいたけは千切り、はい。で、ベーコンは今日あのスモークされたブロックのやつを、これちっちゃく、あ、スモークベーコン、うん、スモークベーコンを使ってます。大葉を千切りします。貝はこのままでいいんですか？貝はもうこのままで大丈夫です。洗ってあるし、うん、カットもしてあるので、あ、もうカットしない、うん、大丈夫です、はい、アンチョビを切りましょう。これアンチョビはのチューブタイプの方でもいいんですけど、私はこのカットするやつが好きですね。ペーストに、ね、なってるやつ も あるから、あ、ね、うん、これを刻みます。これは細かくみじん切りで、ニンニクをスライスしますね。ニンニクはね、多い方が美味しいですね。うん、すごいたっぷりですもんね。うん、まあお好みですけどね、もううちニンニク大好きだから。でもこれ火通すんで、そんなに匂い残んないんで。ではパスタをですね、これ、500入ってるので、まあ大体150ぐらいかな。50ぐらいで、まあ、一応もう一気にまとめて500やっちゃうんだけどね。あの袋ごと、そう、もうこれ袋ごといっちゃうんだけど、まあ、多いですからね。そうで、6分です。香織さんちのパスタでもこれですよね。うん、これが一番美味しいね。これすごいいろんな種類、何ミリってあるけど、私はこのナンバー10 1.4 ミリ、うん、がいいんですか？好き。どうだ、 1.4 だとちょっと細い方なのかな。冷製パスタだとこれナンバー9っていうやつを買った方がいいんだけど、通常 1.6 ミリぐらいなのかな。ちょっと細めですね、だから1.4 だ。そうですもんね、もう見た目からですよね、うん、そうそう。だけどやっぱり細い方がいっぱい食べれる。いろんな種類をこちょこちょこ作ってつまみにすることが多いから、うんうん、多分がっつり、まあ、ナポリタンですとか言うんだったら 1.6 でもいいのかもしれないけど、うん、これの方がいろんなおかずとかも食べやすいですね。その間にまずフライパンを温めて、オリーブオイルをたっぷり入れます。これが温まってきたら、ニンニクですね。これあんまり強火でいきなりやると焦げついちゃうんで、中火ぐらいで。それからアンチョビ、アンチョビとニンニクを炒めます。そこにベーコンですね、はい、それから、このキノコ類、これだけでも美味しそうだけど、もうそうですねもう結構具だくさんで、ね、そうそう。ここに、クレイジーソルトで、アンチョビの塩分があるし、ベーコンの塩分もあるんで、そんなにいっぱい入れないでもいいです、最初は、うん、後からまたちょっと味を。そしてこれぐらい炒まったら、この柚子胡椒、まあ、ペペロンチーノの唐辛子、うん、いや、あの輪切りのね、唐辛子の場合多いんですけど、和風のペペロンチーノなんで
今日は柚子胡椒でこれぐらい、はい、柚子胡椒を入れます。これをあえて溶かしながら、唐辛子のピリ辛っていうよりかはこの柚子胡椒の少し風味とピリ辛でパスタを楽しむと。しっかりこの柚子胡椒をね溶かしながら、でここに、貝を、最後なんですね、はい、貝を入れて、それで、昆布茶ですね。そして炒めときますね、はい、あら素敵ね顔がちょっとお化粧してきたのサンタさん持ってきてくれたの、見せてバーバーに、それプリンセスにしたの、ほんとじゃん。じゃあバーバーにやってよバーバーにやってよ、これ難しいね。どうやって開けるのこれ。これさ、こうじゃん。うわすごい、ここを開けるよ。お、あー開くんだ、すごいね。これサンタさんくれたんだ、これ。んあ、ありがとうここはちょっとね、ありがとう、後でやるわ、じゃあそしてここにちょっと茹で汁を、茹で汁をね、ちょっとかけます。でここでちょっと味を見て、あ、うん、醤油、そしてこのお醤油ですね、はい、最後お醤油を、普通の醤油ですか、はい、普通の醤油、はい、本当に普通の醤油です、これは、うん、でこれを入れたところにちょうどパスタがいい具合にいきましたんで、これはこのまま、このまま切れちゃうんで、あ、そっか、このままいけるんですね。そうです。そしたらこれを投入して、でこれをあえます。はい、これで完成。もうこれでいいんですか。これで終わり。そしたらここにね、最後にシソを乗せます。これで完成です。ひなちゃんも食べるでしょ。チュルチュル食べる、チュルチュル食べるでしょ。チュルチュル食べない、珍しい、珍しいね。どうした、あ、野菜が乗ってるため、はい、野菜ないじゃん。いただきます。食べる食べる、食べない、野菜食べない、ジャイコ野菜食べんだよ。野菜が全部あるから野菜系が大葉嫌なの、大葉嫌なの、じゃあ大葉どかして食べる、このまま食べてジャイコがいただきます。和風、和風ペペロンチーノでございます。いただきます。これこれ、うん、どうですか、美味しいですか。和風、すごい和風、何の和風なんだろう。昆布茶と、うん、ペペロンチーノは葉唐辛子だけど、それを柚子胡椒にしてますか。ちょっとピリッとしますね、うん、ちょっと、うん、ごめんなさい、ちょっと喉に刺さる、あ、刺さりますね、お姉だからこんな声なんで、ちょっと辛いものがすごい喉に刺さるんですが、すごく美味しいです。すごい水が攻撃していきます、ね、あ、ごめんなさいね、なんか罰ゲームみたいな。まあでも家でね、これこのクオリティができるっていうのはいいんじゃないでしょうかね。これお金取れます、お、取れる、お金取れますか。3500円、高いな結構するな、高いな、すごい入ってるじゃないですか。そうですよ、食材がね、3500円、うん、3500円、おいしいということで、いかがだったでしょうか。あのお家でも簡単に美味しいものが作れますので、ぜひ作ってみてください。いいわ、作ってね恥ずかしいなためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。